たくない。堀さんやってください。足とかぶつけそうそう。その危ない時とかあれなんですよね。そしたらちょっといいですか。はい。体験というか、こう手、グーにしていただいて、例えばここで力でやっても何も影響はしないんですよ、はい、で、合気道で触れる手っていうのはこれだけなんですよね、はい、でこうやって力んでたら、老若男女できる合気道じゃなくなっちゃうんで、はい、基本いやこんな柔らかいんですよ、はい、で、今、重心はしっかりしてますけども、はい、僕がちょっと膝を曲げれば、で、重心が崩れるんですよ。で、今この触れてたところってすごい優しいじゃないですか。例えば多分いろいろな、こう別の武道とかやられてたんだったらやっぱこうやって相手の触れたところを痛めてしまうんですけども、合気道は触れてるところも痛めずこう崩れてしまう。おおおおおおお、今柔らかいんですね、触れたところは常に。出ないと大きな人崩せないので。びっくりした。もう一回見せてもらっていいですか。はい、あ、今の、はい、あ、自分もいいですか。あ、はい。で、そう、多分、まあ、総合とかでも、はい、技を受けましたけども、やっぱり結構今この三頭筋をこうグッて痛めるのだと危なくて、触れてる手はこんだけ優しい、ね、僕の膝が柔らかいんで、こうやって重心が崩れるところに行ってあげる。今ここだと大抵グッて力やっても耐えられちゃうけども、こっち側に行ってあげる、対抗できないような、ちょっと軸を1センチぐらいずらせば人が崩れるんで、それを強いところにあえて力でグッていうことはしないんで、そのご高齢の方でもできる武道になってますね。優しいんですね。ちょっともう一回別の技やりましょうか、まあ、今のやりますか。今すごいグッて耐えられてるんですけども、だからこうやったらより反発が起きてしまうんですね。だからつま先立ち上げる、ちょっとだけずらせたり、こういう感じで抵抗したんですか。抵抗したんですか。抵抗したんですか。抵抗、だいぶ抵抗したつもりです。うん、僕自身合気道やっててもすごい不思議なことばかりで、逆に何でしょう、多分昔若い頃だったら本当に力を入れて満足って感じだったんですけども、合気道は何でしょう、こう力を入れないから、そのちょっと違いますよね、はい、満足感っていうのは別のものにあると思います。ただ相手を、まあ、と和して、あ、相手を痛めつけない稽古ができたらそれが理想だと思います、はい、例えばでもやっぱりもう格闘技とも似てるところもあって、例えばちょっとグーにしてていただく、すごい背が高いからあれですね、でちょっと動かないようにしていただけますか、はい、こうですよね、はい、で今これ見えます、はい、あの腕力でやるとこんな感じで、まあ、耐えられてしまうんですよ、すごい強いから。でも体は動くじゃないですか、ちょっと強くしてるのでね、これだといかないでしょ、それをこう、あ、大丈夫、大丈夫、こういう感じだから、こう抵抗してても関係ないんですよね。どういうことですか。今、体の曲げを伝え、ここの手に伝えただけですね。これが僕がこう強く、今道着着てないから分かりやすいんですけど、こうやってここが出るような持ち方をしたら、それはご高齢の人もできるものじゃないので、持ち方は柔らかいんですよ、こう筋も入らずに、これだけこうやってたら相手、あの折りさんだったらできるけども、それを上半身の崩れて崩したんですね。おー、すげえ、面白い、すごい。で、あ、もうちょっと勉強で、まあ、ちょっと一回力で僕やってみます、ね、こういう感じ。すごい強い、やっぱ強いですよね。それをちょっと今この、ね、こう均衡な力がもうねあったら、それ以上はこうやったりしないで上半身の力でやってあげる、それを乗せてあげるんです。なので僕はお辞儀しただけっていう感じなんですよ。ただここの脱力が非常に難しくて、すごいなんか簡単に説明してますけども、やっぱ
稽古を積んでいかないとなかなかできない部分が、はい、脱力どういうイメージなんですか、ね、ですね、僕が説明してるのはその20秒息を吐いた状態、はい、でさっき僕の声が響くって言っていただけたじゃないですか、はいはい、その力を抜け切ってるんで響くんですよ、はい、例えばね、息を吸った状態で話すとやっぱここで止まっちゃうんで、はいはい、声も響かないんですけども、もう何でしょう、ここに落とし込んでるというか息を吐いて、なので20秒吐いた状態で行う、息を20秒吐いた後のような状態で行うとうまくいくことが多いかもしれない。じゃあ歌も上手くなるんですか？響くようにはなると思います。僕は高音が出ないんで歌は上手くないですね。不思議ですよ。それが合気道の一番のその訓練というか、はい、脱力ですね。力の力まない状態の、はい、物理的なこの力みを極力なくした状態の、はい、なんですか、動きが合気道、うん、そうですね。あとうん、もう脱力ってテクニックでは言えるんですけども、あとはやはり何でしょう、本当にその会員さんに伝えているのは、そのおじいちゃんおばあちゃんを持つような手で持たないといけないって言ってるんですよ。でおじいちゃんおばあちゃんを持つような手っていうのはこう握りしめたりしないんで、やっぱりそういう心から思うところがないとやっぱ本当の脱力はできないなって僕は思ってますね。素晴らしい。力でどうしても耐えられないというよりは、なんかここだけ持ってかれて、あ、これ変に我慢したら怪我するなっていう感じが、うん、そうですね。だから耐えようとすると確かに痛いです、最初のうちは。だから、うん、やめとこうっていう通りじゃないですか。なんか力じゃない。学びたいですね。でもちょうど自分ぐらいの階級の外人とかってすごくでかいんで、なんか力と力でウェイトで頑張ってやってもどうも超えられない壁みたいなものはあるので、こういうので戦えたら合気道をうまくこう生かしてるファイターっていないですかね。プロレスラーで後藤博樹選手という方は、その私の教わってた先生から合気道を習ってた、プロレスにやっぱ生かしてるんですかね。そうですね、一回小手返しという技を決めてたことがあるんですね、はいはい、でも通じると思います。会員さんでもそのゴルフのプロの方であったり、バドミントンのプロの方であったり、まあ、極真の、はい、本部で2段の方であったり、そういう方がいるんで、それぞれの現場でやっぱり活かしてるんだと思います。その後もっともっと合気道を活かして、はい、そこを極め突き詰めるみたいな人はいないですか、ね、突き詰める人、はい、合気道を生かしてそれをなんていうんですか、うん、実践に落とし込んで、それこそ合気道で UFC をチャンピオンを出すみたいな、うん、っていう発想にはできないもんなんですか、ね、なるほど、それすごいいい質問だと思います。僕はその合気道、まあ、マニアというか、はい、まあ、毎日やってますから、はい、ですね、なかなか相入れないところがあって、例えば僕もそういう、こう今みたいにそのキックボクシングとか習ってしまうと、やっぱ強いものしかできない道場になってしまうんですよ、はいはい、僕が前いた道場はやっぱり男性の屈強な人しかいなかったですし、もちろんそこでやっぱ生かしてた方もいると思うんですけども、それだとその合気道のその本当の良さ、その相手と勝つところではなくて相手に優しさを持つっていうところが伝えられないんで、だからもうそうですね、合気道は他の武道とも戦って勝つものだって言ってしまうと、もうこう広がらないんですよ、合気道って、はい、良さが伝わらず、なのでそうですね、なかなか難しいと思います。実践でやってる流派もあるんで、まあそういうところもありますけど、結構やっぱ怪我をすることが多いんで、そっちの武道、はい、流派とかだと今僕たちがやってるのはその怪我もしない、はい、武道になってるんで、うん、なるほど。でも丹田からその力を出すっていうのはやっぱり今体験して思いましたけども、同じだと思います、はい、ちょっといいですか、手をこう持っていただけますか、僕の手を強く、で
ちょっと押すんですけども、これ腕力でこうやっていくといかないんですよ。だからこの中心でこう紙を出していってあげる。そうすると構えられるんですよ。これって僕も特に何をやっているかとかではなく、ただ自然と歩いてるだけなんですよ。ただここですよね、で今ちょっと強くこの場にしましょうか。この場で用いますよね。で例えば一般的な人の動きだと手がだいぶ回りますね。手が大きいから一周以上こういうブレた動きになってしまうんですよ。でもやっぱりその軸をね、さっき軸って伝えられましたけども、その頭の上から意識してやるとパッと元の姿勢に戻れるんですよ。もう一回やってみましょうか。これをこう大抵力でやるとこうなってしまうんですけど、肩からこういくとこう寄ってきてしまう。今みたいにグッじゃなくて肩からこうね動いちゃうんですね。だから、ここじゃないっていうことは今お分かりいただけたと思うんですけど、ここから行きましょうか。ここら辺で持っていただいて、今ね、多分総合やられてるんですよね、結構脱力されてるんで、脱力してる人とかにはなかなか聞きにくい部分があるんですよ、なのでちょっと力を入れてこう、で、この、最初はこの辺りですかね、で、持っていただく。で、こう行くんですよ、皆さん。でも、中心から出してみて、グッてこの場でね、こうやってこういくじゃないですか、皆さん。それが中心からここです。いつでもこうぶれない軸で前に歩くことができるので、まあ祖父の言う歩く姿すなわち軸っていうのはこういうことだと思うんですよね。常にこう歩いてる時とかも、普通の歩きじゃなくて軸を保った歩きをしないといけないっていうことだ。落とし込むことは難しいって今おっしゃったんですけど、これもこれだけで結構勉強に、軸を保つ、1ラウンドカーンってなって、多分その行った瞬間が多分一番その日一番強い状態だと思うんですけど、結構自分の試合の映像とか見るとやっぱり蹴りを避けたりパンチを避けたりももらっちゃったりとかで、やっぱ2ラウンドの途中ぐらいから構えが1ラウンドのカーンの状態と全然違うくなってしまって、やっぱりそうするとその日一日強い状態では、なくなり始めてくることが自分が多くて、結構軸が終始安定してる選手とかって結構多いんですけど、なんか練習だったり日常生活とかだったり、その軸を一本保ち続ける気をつけるようなこととか、なんか軸を保つ方法というか、正座、一番最初に正座をするんですけども、なんでしょう、下に下がるときは上を意識するんですね。上に上がるときは、下に下がるときは上を意識するんですね。で、上に上がるときは下をこう意識するんですけども、なんでしょう、こう正座するときにこう頭の軸が、やっぱみんなこうやってなるんですよ、こう軸が。こう常にこうまっすぐしたまま、正座をすることを毎回やるんで、その人と向かい合ってるとき。で、また、これも流派に見ますとか、違うんですけど、さっきやったこの構えっていうのが、これが中心を軸を意識するトレーニングになるんですよ。この下のところはやっぱ下丹田っていって、おへその下の部分ですよね、を意識して、全部中心に合うような動きになるんですね。こう、ちょっとさっきみたいな半身ではなくて、常にこう、まっすぐの姿勢でいるんで、ここも中心を意識、軸を意識した姿勢になって、それを毎回やってます。座るときにこの強い衣装でこうだとこう落とす、こう立つっていうのを意識するだけで、軸は取りやすく、そうですね、まずここがぶれないと軸はつけていかないかと思いますね、特にこの状態のときは、こうやる方が男性は楽ですから、でもそこでもこう意識して、ずっとまっすぐ。向かい合ってるときにで一緒に礼をして終わるんで、始まりも終わりもこういった礼で自己意識して終わるんで、まず培われて、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、
上がるときはそう下をそう、まあ、意識してですね上がる。僕らやっぱみんなあのパンチいっぱいもらってダメージを負ってるんで脳が、はい、脳がずっとフラフラしてるんです。でもあれですね、これも僕そのダンスの本を読んで得た知識なんですけども、プロのダンサーの方の本を読んでいて、ジャンプするときは下を意識するって言ってたんですよ。だからやっぱここから、あ、正座法もそうするべきなんだなと思ってこう伝えてたら、確かにやっぱみんな軸が綺麗になっていくんで、まあ、僕の指導の仕方も毎回いろいろなものをこう取り入れてちょっと変わってきてるんですよね、まあ、それをまあ残していきたいからの YouTube を始めた部分もまあありますね。やっぱ変わっていくもんでいいと思うんですよ、その時の考えと。ただ根本のその合気道の良さをあの残しておけば、はい、すいません、マニアックな話です。いやいや、全然面白いです。めっちゃ面白いです。まあ、なんでしょう、合気道はこう握って細胞を潰すことはしないわけですよね。なので持ち方は常にこうで、相手の軸をこうちょっとずらしてあげるみたいな。で、少し軸がずれる方向に行ってあげると、今、優しい手なんですよ。ははははこれを、はい、中に入れてる。いや、耐えてくる、耐えてくる。いやいや、耐えたらなんか逆に怪我しと。あ、そうそう、やっぱそうなりますよね。だから逆にそっちに行った方が、で、すごい今反応が、あ、こう来たらこう行かなきゃなっていう反応すぐされてたんで、なかなか今の時代の人って自分で守ることができないんですよ、体を。だからこうなったら普通手を出さないと頭打つじゃないですか。でも打たないんで、今肩稽古をこう相手をしっかりやってて、この時はこう手をつくっていうのをこう何回もやらないと頭打っちゃうんですよ。でもだからすごい反応が今早かったから、あの肩通りの動きになりました。なんかその、あ、そっちに行かないと危険だなっていう方向にこう導かれてっちゃう感じですよね。そうですね、そうです、おっしゃる通りです。我慢した怪我した。寝技と通じる誘導だと、やっぱり寝技には落とし込める、こういう動作とかって、こっちに誘導するってことは、このポジションに柔術だったり、はい、寝技だったりとかって、すごいなんか似てるなって、組み技競技と。そうですね、うつ伏せにするところで終わりますから、はい、合気道もこの間僕出た試合が、はい、組み合わせのレスリングみたいな競技で初めてのルールらしいんですけど、背中をついたら何点何点っていう競技だったんで、はい、こういう技術を知っていたらもっと違ったのかなって。ああ、レスリングみたいな。レスリングでも寝技もありなんで、あの最終タップアウトを狙っていくんですけど、その競技は、はい、で最終的にはもう球技みたいな点数制で、今はスイープしたから何点、そのニアフィニッシュ、そのフィニッシュの形に行ったから何点、背中をついたから何点みたいな感じで、もうポイントがどんどん電光掲示板で増えていくんですよ、はい。なんでポイント狙いで勝つ選手ももちろんいて、フィニッシュを狙わずに、こういう技術をたくさん知っていたら、あのルールだと、また楽に戦えるのかな。同じですよね、多分脱力した人の方が強いんですよね。はい、あ、それでも打撃競技でもそうだと。あ、そうですね。打撃って何するか分かる。あ、そうですね。そう、脱力してる人は本当は読めないんで、うん、違う違うもの多分もう脱力とかもできる方なので、ちょっと逆に力んでもらったりする、こう指をこう張ってていただく。で、ただここに行ったらもう、ぶつかっちゃうじゃないですか。なのでちょっとこう撫でてあげる、こっち側にで丸くしてあげると、こうくっちゃう。今の当たってるところも優しいんで、で、まあ、受け身の練習をしないと、確かにそう、こうなったらこうやって受け身をするとかは教えて。ちょっとだけ出せばいい。